今日はセルクラル沼津は22番徳武がキャプテンマーク、そしてロアッソ熊本はさあハーフウェイライン一直線に沼津の選手が並んでキックオフされています。 J3 リーグの第12節アスルクラロ沼津対ロアッソ熊本ゲームがスタートしています。前澤染谷を狙ってパスはカットされています。菅井から染谷左足のシュート、いいシュートでしたが枠を捉えることはできませんでした。さあディフェンスライン酒井が自ら運んで石川です。石川からスペースに走り込んだのは谷口のクロス、高橋のシュート、いいタイミングでのシュートでしたがここはパックスンにしっかりとセーブしています。さあボールを回収して谷口から上村のミドルです。枠を捉えることはできませんでしたがいいシュートになりました。上村周平です。パクスンリからセンターバックの後藤です。ただこのパスがずれて最後は谷口のシュート、ゴールインです。熊本先制です。今季7点目です。さあ中にワンタッチ、菅井から渡辺というところ、混戦の中佐藤のシュート、こぼれ球詰めましたが最後はゴールキーパーの内山セーブです。いいところでボールを受けた上村、そして石川もいいところに入っていきました。谷口から中に折り返してヘディングシュートが決まりました。熊本2点目、2点目を決めたのは今投入されました。うまくこう2人のセンターバックに捕まらないような形でゴール前に高く上がったボールです。中山、さあ谷口がスピードを持ってドリブルで運んでいきます。そして右足のシュート決まりました。谷口今日2点目。何でもないようなシーンでしたけども自らドリブルで運んでいって落ち着いて決めていきました。そして今笛が鳴りました。 J3 リーグの第12節アスルクラロ沼津対ロアッソ熊本0対3